さあこいつがへそが俺ならあの高度であそこまで行かないな、やだな。でもシンプルだね、結果あそこの奥まで突っ込んだ分で、あ、ここ巻くんだ。これこの巻き方別にいらなかったと思うんだけどな。このままジュートでよかったと思うんだけど。ほらやっぱり風の強さがさ、今一つ理解できてない。でも機体がね、いい分ここまでは来たけどね。またやっぱりもうさっきもそうだけど、この持ち替えて崩れてるっていうのが非常になんか愚かですね。何本やってもあんな感じ、持ち替えからのフォームが不完全というか、結局残り時間の想像が足りないのかな。今も上がってくるのにいっぱいで。